楽を捨てる。学徒としての日常、つまり日々の生活の中で見直した最も具体的な行動はたった一つだ。怠らないこと。何を怠らないのか。自分が選択したものに対してだ。ではどう選択するのか。方法は簡単。迷ったらしんどい方を選択する。つまり常に辛い方を選択し怠らない。それが日常生活の基盤となる。例えば体を鍛えると決める。やるからには毎日やると決める。バキバキになると決める。なぜなら中途半端な筋トレを志すよりその方がより辛い選択だからだ。そもそも筋肉はつけたいがバキバキにはなりたくないなんてのは、かっこよくなりたいけどモテたいわけじゃないと言ってるのと同じ矛盾した言葉。肉体を変えるということがしんどいのは初めからわかっているはず。楽したいのであればそもそも筋トレなどしなければいい。何かを選択するときに甘えはいらない。